今回ご紹介するソウルステップは、その名もソウルステップというステップで、1968年頃から踊り継がれている定番のステップの一つです。それでは早速やっていきます。このステップは8カウントの短いステップですけども、規則性とか法則とかがなくて、何かこうややこしいというか頭に入りにくいステップです。慣れるのまでに時間がかかると思いますが、ゆっくりやっていきましょう。まず両足を揃えた状態から右足でキックします。キックした足を若干後ろにつくような感じで、ワン、ワン、エン、ツー、キックがワンで、エン、ツーと、こう、タタッとこう、前後に足を開きます。で、開いた時に、体重は真ん中にあるというより、ちょっとこう、ハスに構えて、後ろ足に体重が残るような感じです。もう一回いくと、ワン、エン、ツー。で、こう構えたら、そこから、半歩、前に出してる左足を出します。これが3です。で、出して、4で、足を揃えます。もう一度いくと、ワン、エン、ツー、スリー、フォー。こうなります。これで前半の4カウントが終わりです。で、足を揃えた状態から今度は右足を横にタッチします。ファンキーウォークとかブラザーステップと同じですね。こう横に。で、これは、まあおとなしい曲でこう渋く踊るので、これもまたファンキーウォークみたいにこうグッとポーズはしないで、ブラザーステップのように、まあ、小さくですね、構えるか、まあこうフィンガースナップをしてるような状態で、こう横にこれぐらいの位置に置いとくぐらいで、僕が好きなのはこう、この時に手を下に下げるっていうのがかっこいいなと個人的には思います。どんな感じかというと、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、フッとこう、こんな感じですね。まあこれはお好みで、自分でかっこいいなと思うポーズを探してやってみてください。それともう一つ、この横にタッチするっていうのの他には、フォーコーナー気味にこう、こちらの方に体重を残したまま、右足を斜め前に出す、こういうスタイルもあります。ここからこうですね、ここからこうか、ここからこうか、後ろ向きでやるとこうか、こう、こんな感じです。そしてこの5でこの横にタッチした足を、今度は5、6で元の後ろの位置まで戻します。3、4の時は一回揃えましたけども、3、4、5からこの足をこっちに戻していくときは、一回ここで揃えてここに出すんではなくて、一挙動で L 字を書くように後ろまで持ってきます。5、6ですね。そして、次の5、6で後ろにこう体重を持ってきて、7とこう前に置いてある、先ほどこの横にタッチするときに軸になっていた足、これに踏み替えます。3のところからやると
4 5 6 7で8で揃えて終わりです。頭から通してやると1 and 2 3 4 5 6 7 8。バックショットでもやってみます。1 and 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8。こんな感じです。次に方向転換ですが、方向転換は1のキック終わり、キックして足をついた時に、左90度方向転換することができます。これはですね、キックを左にして方向転換するということではなく、体の向きは正面を向けたまんまず、キックを前にしないで足払いをするように横にキックして、そのキックが戻ってきて足をつくときに方向転換します。後ろ向きでやると1 2、こちら向きからやると1 2ではなく1 2となります。これはこの戻るときに、足が戻るときに方向転換するんですけども、結構このカッとこうスライドしたりするとシュッとかっこいいです。それから180度このキックで方向転換もできます。その場合は、1 and 2となります。これは1 and で足を軸足の方にかけて、それでつくときに振り返ります。1 and 23 4 5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8。このような形になります。それからピボットターンを入れるアレンジがあります。これはですね、1で左、右足を前に出しながら、ここですでに方向を変えて、多少こう右回りに方向を変えていく。そして1、2、3と2回ピボットターンして、4で足を揃えるときに正面を向いて5、6、7、8となります。この場合の、5は横にタッチじゃなくて、こう方向投げ気味に斜め前の、やり方でやるとつながりがいいです。もう一回やると1 2 3 4 5 6 7 8。後ろ向きでやってみます。1 2 3 4 5 6 7 8。こんな感じです。以上、ソウルステップでした。
です。